今日はママチャリからバキバキ音がするようになってしまったので、それを直します。これやばくないですか？踏み込むとこんな感じで音がします。あまりにも音がでかいんで、チャリンコ乗ってると周りが振り向くっていうね。まず音がする場所どこかってことなんですけど、音を出しながら指で触っていくと、このクランクの軸あたりから音がしてるみたいなんですよね。クランクを外して分解清掃してみようと思います。センターキャップを引っ張って外します。すると六角ナットが出てくるので、ソケットレンチで外します。ソケットレンチは回転方向を確認しときます。今回は左に回転させて外したいんですけれど、力をしっかりかけるためにペダルを使って上から力をかけたいので、こんな感じで外します。もう一回外れたら、あとは軽くギュギュッとやって手で回して外しちゃいます。このクランクは実はハマっているだけなんですけれど、引っ張ったところで抜けてくれないです。そこで使うのがコッタレスクランク抜き工具です。これはですね、軸を回すと中から芯がギュギュッと出てきて、それがクランクの軸を押してクランクを外してくれるっていう工具になります。軸にねじ込んで回しておきます。そしたらレンチでここを回していくんですね。すると中から軸が出ていくんですけれど、かなり力が必要です。一度外れるとあとはもう楽ちんですね。はい、カバーも外しちゃいます。ネジで止まっているだけなので、ここを外してあと下から外しちゃいます。反対側も外していきます。ソケットレンチでボルトを外して、さっきと同じようにクランクを抜いていきます。一回やっちゃうとこの辺の作業は多分5分くらいでできちゃうんじゃないでしょうか。はい、抜けました。カバーも外しちゃいます。外したクランクをよく見ると、うわー、結構金属が削れてしまってるな。これ金属カスが結構ついてるんですよね。多分摩擦がかなりかかってたんじゃないかなと思います。なので残っている金属カスを綿棒で全部取っちゃいます。でそれでここの中に、このままだとまた削れていってしまうので、グリスを塗ります。シマノのプレミアムグリスを買いました。開けるとなんとすごい蛍光色。うわー、なんかこの世のものとは思えない色してるな。また擦れると嫌だし、たっぷり塗ってやりました。うわー、それにしてもすごい色してるなこれ。はい、戻していきます。それで調子こいてたくさん塗っちゃったので、ネジのところにもグリスがついちゃったので、それはしっかり拭き取っておきます。いやー、もうたっぷり塗ろう、たっぷり。今回は本当擦れてほしくないところにはグリスをたっぷり塗る、ネジだとかしっかり留めたいところにはグリスは塗らない、しっかり拭き取る、これを徹底しました。はい、ナットを締めていきます。レンチでしっかりトルクをかけて締めていきます。そしたら今度は反対側にもグリスを塗って組み付けていきます。ドカッと大盤振る舞いじゃー。こっちにもたっぷりつけておきます。分解清掃ってこうめんどくさいですけど気持ちいいですよね。
そうそう、グリスをつけすぎちゃったところにはこれを使ってます。シリコンオフ、直接つけちゃうと余計なところにもついちゃうのでウエスに取って使ってます。綿棒で拭き上げたらナットをつけていきます。ソケットレンチで締めていきます。はい、これで完了。さあ、どうなったでしょうか。力をかけてみると、おお、音がしない。おお、すげえ。お、全然音がしない。おお、音しない。これはうまくいったんじゃないか。というわけで奥さんを召喚します。治ったよ。治った、すごい。やってみ、うん、これで自分は治したつもりなのに全然治ってないって可能性ありますからね。やった。大成功。